きょ釧路の眼科医院に85歳の男性が運転する軽自動車が突っ込み、中にいた患者2人がけがをしました。今日午後3時過ぎ、釧路市鳥取大通り4丁目にある眼科医院のガラスの壁に85歳の男性が運転する軽自動車が突っ込みました。男性にけがはありませんが、中にいた70代の患者の女性2人が割れたガラスで軽いけがをしました。 警察によりますと男性はこの眼科を利用しようとしていたとみられ駐車する際にブレーキとアクセルを踏み間違えたということです。